H3 ロケット、H3 ロケット、H3 ロケット、短縮系、H3 は宇宙航空研究開発機構、JAXA と三菱重工業が磁気機関ロケットとして開発中の液体燃料ロケットで使い捨て型のローンチビーク。試験1号機は2020年度の打ち上げ予定。H3 ロケットは、HE や B ロケットと比較して、 打ち上げ費用の削減、正式度を打ち上げ能力の増強、打ち上げ時の安全性の向上、年間打ち上げ可能回数の増加を同時に達成して、宇宙開発における日本の自立性を確保すると同時に、商業受注で国際競争力のあるロケットを実現させるために開発される。また、年間打ち上げ可能回数の増加による産業力の維持、 新規ロケット開発機械の提供による技術力の維持、老朽システムの更新も開発の目的である。2014年、平成26年度から開発が開始され、総開発費は約1、900億円。H2 ロケットを原型とした改良開発であった HE や BE と違い、H3 ロケットは新しい設計概念に基づいた、 大型液体燃料ロケットとしては、HE 以来の新規開発ロケットとなる。抜本的な打ち上げ費用の削減のため、日本では初めて、機体の設計、開発段階から、民間企業、三菱重工が主体的役割を果たす。また、三菱重工が、開発段階から絶えず受注活動も行い将来の打ち上げ機会を確保し続けることで、 従来のようにロケットを受注してから生産に取りかかるのではなく、ライン生産方式で絶えず生産が行われるようにして、費用削減につなげる。ロケットシステム全体を極力モジュール化し、第一弾に新規開発エンジンを採用することも含めて全体にわたって、新規技術の発をすることで、部品件数の削減に努め、民生部品の利用等もいって、 さらに費用削減を進める。これらにより最小構成時の打ち上げ費用をエイジーの半額の約50億円とする。また、車上整備作業期間をエイジーから半減させ、年間打ち上げ可能回数を6回に増加させる。プロジェクトマネージャーの JAXA の岡田忠氏は、このように開発段階から運用後の商業受注による事業継続を強く意識して、 ロケットシステムを開発することを技術開発ではなく事業開発であるとしている。H3 ロケットの正式名称は大型液酸、液水ロケットの系譜であることや信用度を確保するため H を継承すること、設計概念を h e や、b から根本的に見直したロケットであるため HIIC とはしなこと、 E と混同しない明確さと報道などでの実質的な認知度から3とすることを理由に決定された。JAXA は正式な名称が決まるまで新型機関ロケットという名称を用いており、マスコミでは直気機,機関ロケット、直主力ロケットとも呼ばれていた。H3 ロケットの構成は、ペイロードの重量や投入軌道により、第一弾エンジンは2機か3機。 個体ロケットブースターは0本、2本、4本からの選択となる。ただし、第1段エンジン2機で、ブースター0本、第1段エンジン3機で、ブースター4本の組み合わせは、設定しないため、構成は、第1段エンジン3機で、ブースター0本、第1段エンジン2機で、ブースター2本、第1段エンジン3機で、ブースター2本。 1> 第1段エンジン2機でブースター4本の4種類となる。第1段エンジン3機でブースター0本の最小構成では、HEA の2、5の40円で、太陽動期軌道へ4トンの打ち上げが可能となる。一方、第1段エンジン2機でブースター4本の最大構成では、ロングコースト静止以降軌道へ6.5トンの打ち上げが可能となり、 近年大型化する静止衛星の打ち上げにも対応可能となる。この第1弾エンジンの奇数やブースターの本数による構成の違いはフェアリングの大小サイズの要素を組み合わせた機体識別名称で判別される。H3 にハイフンを付けた後ろの1つ目の数字が第1弾エンジンの奇数、2つ目の数字がブースターの本数、3つ目のアルファベットがフェアリングのサイズ、 大小二種となる。例えば機体識別名称、h 三から二十四 l だと第一段エンジン二機、ブースター四本、フェアリング L サイズの構成となる。蒸気四種類の構成にそれぞれ大小のフェアリングサイズが設定されることから、機体識別名称は h h、h 三から三十 s と h から l、h 三から三十 l h 三から 22S と、H3 から 22L、H3 から 32S と、 H3 から 32L、H3 から 24S と H3 から 24L の8種類となる。アルミニウム合金製の第一弾と第二弾機体の材質、液体酸素と液体水素を使用する液体燃料エンジンという基本的な構造は HE や BE と共通となる。第一弾には新開発のエキスパンダーブリードサイクルの LE-9 エンジンを2機。 または3機使用することで、2段燃焼サイクルの LE-7A エンジンを使用していた HE や B と比べて、打ち上げ時の安全性を抜け的に向上させると、同時にエンジン1機あたりの費用を低減させる。エキスパンダーブリードサイクルのエンジンは、構造が単純なため安価で安全性が高いが、原理的に大水力を発揮することが難しいため、150トン F という、 大水力が必要とされる第1弾用の LE-9 の開発は H3 ロケットにおける最も挑戦的な開発要素となる。LE-9 の部品点数は LE-7A より20%少ない。また、H e a では輸入だった第1弾、推進材タンクドーム、両端の半球形状の部分を HIIB と同じく国産化して費用を削減する。 誘致にて、製造、提供予定。第2弾エンジンには、HEA-B で使用されていた、LE-5B-2 エンジンの改良型の、LE-5B-3 エンジンを一機使用する。LE-5B-3 には、HEA の29号機から適用された、機関ロケット高度化開発の成果を反映させ、正式度を打ち上げ能力を向上させる。 当初は第2弾に LE-5B の倍の28トン F の水力を持つ新開発のエキスパンダーブリードサイクルエンジンである LE-11 エンジンを使用する構想もあったが挑戦的な第1弾用 LE-9 の新規開発に専念するため見送られた HEA と比べ2段目が大型化されるにあたって エンジンの稼働時間が534秒から740秒に伸びるので液体水素ターボポンプの改良によりエンジンの耐久性を上げると同時に液体水素と高温の水素ガスを混ぜるミキサーの改良によりエンジンの燃費を改善させる個体ロケットブースターは HE や B で使用されていた SRB-A と同規模の SRB-3 オレ本2本 または4本使用する。当初は現行の SRBA より小さいブースターも検討されたが、これまで培ってきた技術、経験、設備を活用するため現行の SRBA の15.1メートルとほぼ同じの14.6メートルになった。全長が少し短いのはノーズコーンなどが変わっているためである。モーターケースの寸法は、 SRBA とほぼ同じだが、燃焼パターン、水力の時刻歴のことで、はじめは速度を出すため一気に高い水力が出るように、燃焼させ、速度が増し高度が高くなってくると重量と空力との関係で負荷がかかるため少し水力を落とし、大気が薄くなったら、再び水力を上げるようになっている。を変えたため推進薬量は約1トン増え、打ち上げ能力が増している。 SRBA での燃焼パターンは、日本形態と4本形態の2種類あったが、SRB-3 では日本使用時、4本使用時、イプシロンでの使用時、どの打ち上げでも最適な燃焼パターンに一本化されている。水力変更を LE-9 エンジンに任せて、SRB-3 では、ノズルの稼働機構をなくす。また、HE や B では、 CFRP 製の SRBA の強度の問題から SRBA は第一段機体とヨーブレスとスラストストラットとこれる横と斜め向きの棒状の接続部品を介して接続され分離モーターで切り離しが行われていたが H3 の SRB-3 ではスラストピンでの直接接続方式になり火薬による分離スラスタガスアクチュエーで切り離しが行われ この結果結合箇所が半減かつ分離用加工品が8個から3個に減る。これにより今までは2本のストラットがブースターの水力をロケット本体に伝えていたが SRB-3 ではスラストピン1本でブースターの水力を伝えることになる。この分離方式はアメリカのアトラス V のブースターや HEA で廃止された個体補助ブースター、SSB といった 小さなブーターでの採用例はあるが、SRBA のような大型ブースターでは初めてで、ある。さらに、SRBA では、モーターケースの成形にオービタルアッテック社の、ライセンスと外国製の製造装置を使用していたが、SRB-3 では、国産技術に切り替えられ、この結果ライセンス量が不要になり、かつ設計や、使用材料の自由度が高まった。 また水力パターンを変更して振動を低減させ SRBA の推進薬のバインダー、ゴムが生産終了することに伴う代品の開発が行われる。これらの変更や設計、製造工程の見直しによる製造、検査の自動化などによりブースターの費用低減と軽量化が図られる。また SRB-3 には 強化型イプシロンロケットの第2弾モータの M-35 に適用された新規技術のモーターケース内面断熱材の積層構造の簡素化技術やノズルスロート材料の製造方法の効率化技術を適用さる。さらに M-35 の技術を適用された SRB-3 の使用をイプシロンロケットの第1弾モータにフィードバックすることで SRB-3 と将来のイプシロンロケットの第1弾モータの大部分を共有化させる。フェアリングはロケットが上昇中に人工衛星などのペイロードを空気力や空力加熱から保護するために使用されるロケット先端に付けられたおいで H3 ではペイロードの大きさに合わせて S 型と L 型の2種類からの選択となる。h ロケットの車上は HE や B の打ち上げに使われている種子島宇宙センターの吉野部社店を回収して使用される予定。ロケットの整備組み立て棟は現在のものを回収する。横置きのまま部品を組み付けた後に起立させて組み立てられるようにすることで起立後の整備、点検作業を大幅に削減させる。ロケットが立てられる社座は現在 HIIB が使用するものを回収する。 ロケットの推進剤を貯蔵供給する設備は現在のものを流用する。ロケットを整備組み立て胸から車点まで輸送するとともにそのまま発射台となる運搬車両は新造される。打ち上げ完成を行う発射完成棟は約 3km 離れた竹崎地区に移設される。点検の自動化により打ち上げ当日の運用車は HEA の100名から150名に対して1、3内市は1、4以下に削減される予定。2011年度より第4期中期計画、2018から22年度中の試験期打ち上げを目標として研究が進められた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。